皆さんこんにちは。昨日は御言葉から悔い改めるということを教えられました。今日は神様の裁きとそして悔い改めについてご一緒に学んでまいりましょう。本日の聖書箇所はエゼキエル14章12から23節です。タイトルは神の裁きの前では一人です。エゼキエル書14章12節から23節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、国が不信に不信を重ねて私に罪を犯し、そのため私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、人間や獣をそこから立ち滅ぼすなら、たとえそこにノアとダニエルとヨブのこれら三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の御告げ、もしその地に私が悪い獣を行き巡らせ、その地を不毛にし荒れ果てさせ、獣のために通り過ぎる者もなくなるとき、たとえその地にこれら三人の者がいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことができない。ただ彼ら自身だけが救い出され、その地は荒れ果てる。あるいは私がその地に剣を送り、剣よこの地を行き巡れと言って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすとき、たとえその地にこれら三人の者がいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは決して自分の息子も娘も救い出すことができない。ただ彼ら自身だけが救い出される。あるいは私がその地に疫病を送って、人間や獣をそこから立ち滅ぼすために血を流して私の憤りをその地に注ぐとき、たとえそこにノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは決して息子も娘も救い出すことができない。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。まことに神である主はこうおせられる。人間や獣を立ち滅ぼすために私が剣と飢饉と悪い獣と疫病との四つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、見よ、そこに逃れた者が残っていて、息子や娘たちを連れ出し、あなた方のところにやって来よう。あなた方は彼らの行いと技とを見るとき、私がエルサレムにもたらした災いと、私がそこにもたらしたすべてのことについて慰められよう。あなた方は彼らの行いと技とを見て慰められる。この時あなた方は私がそこでしたすべてのことはゆえもなくしたのではないことを知ろう。神である主の御告げ。再びエゼキエルに神の言葉が臨みます。その内容は昨日同様、民に対する裁きの宣告です。14章の13節14節。人の子よ、国が不信に不信を重ねて私に罪を犯し、そのため私がその国に手を伸ばし、そこのパンの蓄えをなくし、その国に飢饉を送り、
人間や獣をそこから立ち滅ぼすなら、たとえそこにノアとダニエルと呼ぶの、これら三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって、自分たちの命を救い出すだけだ。今日の話の中で特徴的なことは、神様ご自身が三人の個人名を出しておられることです。神様が具体的に歴史上の人物の名前を出されるというのは珍しいことです。そしてその名前とは、ノアとダニエルとヨブです。彼らは旧約聖書中有名な三人と言ってもいいと思います。まずノアは言わずと知れたあの箱舟を作った人物です。そして神が洪水を起こされた時、ノアとその家族だけが救われました。次にダニエルは預言者で大変な知恵者でもあった人物です。異国の地バビロンにおいて迫害を受けても命を懸けて信仰を守った人物でもありました。最後にヨブですけれども、彼は大きな困難を乗り越えてきた人物です。自分自身は正しい人でありながら、一瞬にして家族も財産も健康も失うという理不尽な試練に遭います。しかしそれでも神に対する信仰を捨てなかった人でした。つまり彼らは三人とも旧約聖書の中では義人、つまり神の前に正しいとされる、そういう人物でした。そして神様はこの三人を例に出して言われるのです。もしイスラエル人たちが不信の罪を重ねて神様の裁きを受けるとするならば、たとえ今この場にノアとダニエルとヨブがいたとしても、彼らは自分たちを救い出すことしかできないとです。さあ神様は何を言おうとしておられるのでしょうか。つまりイスラエルの民が全体が不信の罪を重ねているならば、たとえその中に突出した正しい人が数名いたとしても、裁きを免れることはできないということなのです。確かにノアとダニエルとヨブはその正しさゆえに自分自身を救い出すことはできるかもわかりません。しかしだからといってそれで民全体の罪が帳消しにされるというわけではないのです。このように罪というのはあくまで個人のものです。誰かの義を代わりにいただくことはできないのです。また誰か一人の義によって全体が許されるわけでもありません。これはある意味におきまして非常に新約的だと言えるかもしれません。新約のこの現代におきましては、信仰というのはあくまで個人的なものです。そして個人の悔い改めが強調されるのです。例えば誰かが私のために悔い改めてくれたら私は許されるでしょうか。誰かが私の代わりに祈ってくれたら私の罪は許されるのでしょうか。あるいは村長がですね、村の代表として悔い改めたら村人全員が救われるのでしょうか。総理大臣が悔い改めたら国民全体が救われるのでしょうか。決してそうではないと思います。あくまで罪を犯した本人が悔い改め個人的にイエス様を受け入れなければならないのです。それが神様の方法です。ですから
今なら神様はこのように言われるかもわかりません。たとえあなたの教会にノアとダニエルとヨブがいたとしても、それであなたの罪が許されるわけではありません。あくまであなた自身が神様前に出て悔い改めなければならないのですと。神様はこの例えを14章の12節から23節の間に4度も繰り返して言われておられます。同じ例えを4度も繰り返されるというのは、それほど重要であるということを言われたいからですね。ここで神様が強調されているのは、イスラエルに対する裁きです。確かに神様はこのエルサレムに対して剣と飢饉と悪い獣と疫病を送ると言われています。しかしその裁きには理由があるのです。14章23節、あなた方は彼らの行いとわざとを見て慰められる。この時あなた方は、私がそこでしたすべてのことはゆえもなくしたのではないことを知ろう。神である主の御告げ。この言葉はバビロンにいるイスラエル人に語られています。さあ、なぜ彼らはエルサレムに対する裁きを見て慰められるのでしょうか。同国人の災いを見てですね、慰められるというのは奇妙な話です。それは全ての災いには理由があるということを知るからです。私がそこでした全てのことはゆえもなくしたのではないことを知ろうとあるように、この裁きには必ず罪という理由があるのです。神様はいたずらに人を裁かれるわけではありません。そこには罪という理由があります。それを知ったとき人は慰めを受けます。それは罪を悔い改めて神に従うならば、神は今度は祝福を下さる方だということを知ることができるからです。私たちはいずれたった一人で神様の裁きの座に立たなければならないのです。周りの誰も私を弁護したり身代わりになることはできません。ではどうしたらいいのでしょうか。私が個人的に神様の前に悔い改めるしかないのです。その時、ただ一人私の身代わりになってくださったイエス様が私を弁護してくださいます。イエス様を受け入れ許しをいただこうではありませんか。私たちは個人的に神様前に出て許しをいただいているでしょうか。お祈りいたします。愛する天の神様、感謝いたします。私たちは自分自身が一人一人個人的に神様前に出て自分の罪を悔い改め、そして個人的に許しをいただかなければなりません。その時神様は私に許しと平安を与えてくださいます。それはイエス様が私の身代わりとなってくださったからです。この身代わりの十字架の恵みを私たちもいただきたいです。もし罪があるならば、それをあなたを前に個人的に悔い改めていきます。そして許しをいただいて、これから生きることができるように私たち一人一人をどうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。